フィッシャーシュグ。なおです。まずもたき。夏でございますね。暑い。いやー、ちょっと暑いじゃん。最近異常に暑いからめちゃくちゃ冷たい罰ゲームにしようと思った。こんなものを持ってきました。こちらデラックスバケットトス。めちゃくちゃ大きいんだけど。うん。でかい。皆さんビアポンってやったことある？ビアポン知らない。わかんない。ああ。名前は知ってる。いっぱいコップあって、うん、スポンって球を投げて、うん、入れたら相手にお酒飲ませられるみたいな。あーそういうやつが、なんか輪投げのボール盤みたいなもん。そうそうそう。あ、なるほどね。もうデラックスバケットトス、すげえでかいバケツなんだけど、いっぱい置きます。水張ったバケツに遠くからボール投げて入れられたら、その中に入っている水を誰かにかぶせられる。めっちゃ面白い。今回は普通の水でもまあ冷たいんだけど、うんうん、氷水にします。先に指名します、投げます。もし入った場合はそいつに被せられます。うおー、早速やっていきましょう。はい、やろう。かけよう。ワイルドスポーツって書いてあってさ、セクシーなお姉ちゃん。そうこれこんな距離でやってるけど、女が外すバカいなくない？さすがに近すぎるからもっと離れます。去年アメリカで買った。いや、もしかしたら2年前かも。あのアメリカ行ってはめっちゃ買い込むよね。え割れてる。割れてる。割れてます。これは何でしょうか？で、2個目、うん、割れてる。これもバイバイです。こっから大丈夫だね、ほら。あ、大丈夫大丈夫。あ、まあ、海外から送られてくるからな。結構いっぱい入ってる。割れる想定で作られてる。じゃあもうちょっとどうにかしろよ。めちゃくちゃ入ってた。あ、結構あるじゃん。ボールを作りましょう。おい、お、結構入る。ボールボール、えっと、我が子が3人もここに水を張ります。氷を買ってきたので、氷も全部に入れます。おお。早速入れていきましょう。はい。日陰についてんのこれ。ありがたい。ありがたいね。これあのバケット。あ、ドドドドドバケットリレー。水よこしてー。メタリカの空耳です。もう運んだ方がいい。ちょっと待って。バケットリレー。水よこしてー。メタリカの空耳です。わかったよ。だこれ水運んだ方がいい。バケツリレー水よこせー。どうせカットすんだこれ持ってく。うん、バケツリレー勝手に水よこせー。ちょっと待って、まだ始まってないので、これ持ってけばいいの。バケツリレー水よこせー。こんな風に運んでます。結構入るよこれ。これリッターぐらいだと思う。ちょっと待って。いやさ、それじゃ分からんよ。リットルはメダカ買えそうだね。ここにもおるね。海外製なんだけどさ、海外はそんなに気候変わんないからいつでもできるだろうけど、日本はね、四季がありますから。氷入れていきます。はい、いくよ。いけ。うわ、絶対冷たいじゃんこれ。ああ。すごいな。うい、こんな感じで氷が入ってます。冷たそう。うい、キンキンやん。浴びたら確かに気持ちよさそうではあるけど。ドドン。こんな感じ。入ったら指名した人間にぶっかけられると。いやー、はい、ここから投げます。おい、オッケー。誰から順番に投げるかと決めるか。オッケー。順番決めましょう。はい、よ。最初はグー、じゃんけん。はい、よし。はい、なんてしょ。俺、モトキダホマサイでいこう。最後だよ。よし、もう恨みとなしだ。恨みとなしだ。これが全部なくなったら終了です。私からスタートいたします。デラックスバケツトス。一発目は彼に濡れてほしい。もとちくん、どういう基準なんだよ。ノーバンでね、下からで。うまい。うわー、そんな飛ぶ、そんな飛ぶ。指名します。シルク。うわーいよ。せーの。お、はい。あー、嫌われた。一番熱いって言ってたのがマサイなんですよ。あ、惜しいな、むずいな。距離感むずいよね。距離感むずいね。ガチ吹きやのが簡単。あと今日結構風もあるからね。そうね、読み切らないと入らないと思う。ガホ。はい、じゃあ行きます。絶対濡れたくないんだけど。おい、手前すぎるな。ちょっと手前すぎたな。オールインワンってことで、じゃあガホ。ほら、せー、まだ入んないよ。静かにしろ。集中してんだ。静かにしろ。曲がった。風の影響もろに受ける。特に理由もなくマサイ。おい、上がってこいよ。入ったでしょ。うわー、では返しましょう。シルクロード君。はい、あ、外れた。うわー、いや、むずいねこれ。モトキ、はい、入った。モトキ、
シュークはい。あれうわぁなんでやん元えぇ、ー、かわいそう。画面外のダホ。あ、なんでそう、マサイあ、来いよ。いきます。出たんだけど、出たんだけど。これは何？これなしにしたら多分以降出なそうだね。そうだね。じゃあ今は一回なしだけど次からある。そうしよう。そうしよう。マサイ。ああ俺か。うーわ邪魔邪魔。来た。これは？愛でしょ。やったー。準備はいいかお前。おおかかってこいよ。くれー。序盤いただきました。もう濡れてないの？どうなったんだよ。ここだけ神社神社じゃない神社。生姜？生姜。生姜男がずぶ濡れになったから次。じゃあシルクロードに行きましょう。はい。お。あれはなしだな。しか。元気行こうよ。これはもう言い逃れできねえよ。これはうまいわ。頭からいってもらいましょう。そうだね。よし行きます。はい。うわっ冷てうわっ冷てぇ楽しそうだね。サビダホかな。そうだよね。こうなったらそうだよね。うわちょっと減ってきたからむずいわ。アンケン。あーチビ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 ダホ。はい。なんでの入んないだろ。おーなかったのに今日冷た結構ちゃんとあのリアクションとかじゃなくてやばいまず、はい、それ持たせんのいいねそれ持たせんのいいね行っちゃってせーのうら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 電車くんかいまだ寒いまだ寒いまだ寒いまだ残ってるからねバケツ5杯残ってるやばいなこうなったらシルクしかいないだろ俺かはい。何してんの？元木。はい。はい、いいでしょ？いいよいいよ。入るんだろそういうのが。綺麗に入ったね。決めたぜ。綺麗に入った。真正面から行こうかな。ああ。夏男。溺れちゃうよ。溺れちゃうよ。飲んだわ。なんか急にさ、すぼんだからむずいよ。まさに。俺あ、うまいイエーイよいしょお前うまくないよいしょあーよいしょやったよ待ってこれかけんのめっちゃ楽しみなんだけどいずれくんお前にも厄災が来るからびっくりしたうわメガネ切ったね俺かぶらないで帰る可能性あるわまあシルクでしょ入るうわでも当たったよ今のはかぶりましょう。シルクかぶりたい方向ある。後ろで。後ろ。人は背後からが一番恐怖を覚えるから。なんでこれに恐怖求めてる。いいよいつも。今ボール。前めっちゃ痛かった喉。行きますよ。三三二二一一 go。うわぁ俺マジだねマジだねちょっとうまさいあーいやこっからむずいよ多分怖い先輩いたなシルクこれかうまい入ったマジでマジ肉麺微妙なところからいくかなほんと微妙だねほんと微妙もうかこぼれてもうこぼれてんのよ遅い早くかけろよ一気にかけろよあーもうちょい右か今のダメだどんどん行こう力入ったねもう全員で濡れて帰りたい全員う
違う、君に村は救われたよ。違うよ。三日三晩雨も降らず大地は乾き、民は細々とし、ガリガリでございます。潤いをあげようじゃないか。みんな固まれ。うれありがとう、ありがとう。村に再び雨が戻ったわ。稲作が勝って、フラビオバタービル。動画見てくれてありがとう。セガンベリ、ツイッター、インスタ登録よろしく。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。